どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会歴史の日清戦争と日露戦争ね、日清戦争と日露戦争の、講和条約ね、それの覚え方っていうのをね、やっていきたいと思います。で、ここにね、書いてあるんですけど、1894年に、日清戦争、清っていうのは、中国ね、今の中国、中華人民共和国の前が、中華民国で、その前ですね、が、清と、ね、いう国だったと。で、その日本と清の戦争なんで、日清戦争とね。で、日清戦争日本が勝って、で、下関、山口県の下関で、講和会議が開かれて、で、1895年、この戦争の翌年に、下関条約っていうね、条約が結ばれましたと。で、一方、日露戦争は、これからちょうど10年後ですね、1904年に、日本と、日本とロシアが戦争した後ね、で、なんとかね、日本の方が、勝ったんですけれども、結構ね、ギリギリの戦いで、一応1905年に、ポーツマス、アメリカのポーツマスっていうところで、このポーツマス条約っていうね、講和条約を結びました。で、それで、その日清戦争が下関条約ね、で、日露戦争が、ポーツマス条約っていうのをね、結んだんですけれども、このね、組み合わせを覚える語呂合わせっていうのをね、ちょっと作ってみましたね。紳士のポロシャツってね、紳士のポロシャツ。紳士ね、紳士の紳が、日清戦争の紳とね、紳士、士がね、下関の士とね。で、ちょっと、今度は順番逆になるんですけど、ポロシャツのポが、このポーツマスのポ、ね、ポーロのロが、ロシアのロとね、紳士で紳で下関条約ね、ポーロでポーツマス条約は、ロシア、日露戦争だったという感じでね、覚えてもらうといいかなと思います。ではですね、今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。